皆さんこんにちは、文学系 YouTuber のランボでございます。今日はね、学芸大学付近のね、本屋さんを回ったんですけど、まあ七夕の季節でね、織姫と彦星が年に一回会うっていうね、文学的でロマンチックなね、季節イベントだと思いますけど、で高架下にはね、こういう再開発された場所があって、飲み屋さんが結構ある。で1軒目がこちら、BOOKSONSっていうところですね。あのシンプルな外観でね、なんか窓にね十字のラインとかが入ってて可愛い作りだなと思うんですけど、こういうね閑静な住宅街の中に立ってる、お店ですね。でね、お店にはねコーヒースタンドもね併設されてるんですよ、これですね。でね、あのコーヒー今回飲めなかったんですけどね、まあ、こういうところのコーヒーならもう間違いなく美味しいだろうなと思うんですけど、でね、中はこんな感じですよ。もうなんか空間をね贅沢に使ってるって感じですよね。天井も高くってね、すごくゆったりとした空間で、お店の奥はねこういうギャラリーになってるんですね。こんな感じですよ。もうねこういうとこ来たらね、最近美術館行かなくてもいいんじゃないかって思ってきてね。でね、置いてる本はねタイポグラフィーの本が多いですよ。タイポグラフィーっていうのはね、文字のデザインに関する本なんですね。ということでね、インクが置かれてましたね。万年筆とかも置かれてたんですけど、こういうね変わった色の絶妙な色のインクですかね。私ね、こういうタイポグラフィーとか、あとね、カリグラフィーっていうのにもね、興味があってね、あの自分にね、そういうおしゃれな文字を書く技術がついたらね、どれだけ楽しいだろうかってね、あの最近結構考えるんですね。カリグラフィーの教室とか通おうかなとか今思ってますけどね。でね、ここにはね、ポストカードとか、文房具類が置いてましたけど、このポストカード気になりましたね。これからの本の話をしようと。まあこれはあれですよね、これからの正義の話をしようのからの引用だと思いますけど。あとね、2階と、3階もねギャラリーになってる。で2階はこんな感じ。こんなね広い空間が、あ、こう贅沢に使われてると。で、ね、この日もねアーティストの方がね来ててね、お客さんにねあの作品の説明とかしてましたよ。で3階はこんな感じ。ここもねいいですよ、こんな感じ。もうねこう白を基調とした空間ですよね。で窓が大きくってね、日の光がたくさん入ってきて、とても清潔感ある場所っていう感じ。もうこういうなんかファンタジーの世界に入ったようなね、ほんと非日常的なね時間を経験できますよ、この店は。もうBOOKSONSさんね、もうねとても面白いお店でした。でね、2軒目がこちら、サニーボーイブックスさんでね、こちらね残念ながら店内撮影 NG だったんだけどね、このお店めちゃめちゃ面白いですよ。特徴としてはね、あのジンとかねリトルプレスのここでしか買えないような本が結構置いてある。でそれはね全部店員さんがきちっとこうセレクトして、このお店に合うとかね面白いって思うものが置かれてるっていうような、こういうねこだわりのある本屋さんでね、もうとてもおすすめで、3軒目がねこちらルーツブックスさんですね。ここはねちょっと離れた場所にあるんですけど、あのね街の中にあるあの温かいね親しみのある本屋さんというようなイメージが湧きましたね。こういうね昔の80年代とか90年代の CD とかレコードとかが結構置いてある。でこれがまあ100円って分かりやすいですよね。ですごい綺麗な文庫本が100円で買えるって感じで、ペット OK って書いてありますけどね、多分ねあのね犬の散歩とかでねこの辺来る人たちがねフラッと立ち寄れるようなお店なんですよ。こう地域にめちゃめちゃこう根ざしてるっていうような感じ。この子供本100円っていうのもなんかどこか可愛いですよね。あの温かいような、あ、本とかねが雑貨とかたくさん置かれているというようなお店ですね。で店の中入るとこんな感じ。この目の前のね本棚はこれ完全オーダーメイドで、これじゃないな、これですね、これはオーダーメイドで作ったそうなんですけど、それ以外の本棚はねこれひょっとしたら手作りじゃないかなって私思って聞いたらね、やっぱり手作りでした。この右側に写ってる本なんかはね自分で作ったそうですけどね。こんな感じ。あまりね、あの硬い本よりも読みやすい本がたくさん置かれてる。だからね、とてもなんだろうな、こう下オープンなお店っていうかね、あの街の人たちとの交流の場にもなってるんじゃないですかね。私このお店来た時ね、近所の人がねこの店長さんとねあのおしゃべりしてましたけど、あのいろんな人のね話を、まあ、聞いてあげるっていうか、なんかそういう交流のあるお店っていうような印象を受けましたよ。こんなねお店が近所にあったらね、フラッと立ち寄ってね本の一冊でも買っておしゃべりしてったら、なんかとてもなんだろうな、自分の居場所になるっていうような本屋さんなんじゃないかなってね。私は大好きですね、こういう温かみのある本屋さんね。こういう、これはプーさんの洋書ですね、おそらくね。こういうね可愛い本がね結構置かれて、あとねこういう昔のレコードとかね、
レコードっていいと思うんですよね。安く買えるし、こういうところでね。でも、あの部屋に飾ると可愛かったりするしね。これ昭和のレコードとかも置かれてましたけど、もう本当にね、いい、とてもいい、本当に居心地のいい、お自分のお家みたいな本屋さんですけどね。可愛いですよね、こういうなんか鳥のねオブジェっていうのかな、が飾られてたりしね。はい、ルーツブックさんもとてもね素敵なお店ですよ。このお店が自分の家にの近くに欲しいというふうにね私は思いましたけどね。はい。でね、次自由が丘っていうとこ来たんですけど、これ近くにあるんですよ。まあ、ここはおしゃれな街っていうようなイメージですよね、街のイメージとしては。で最近ね、私神社散歩するのが結構好きでね、なんか、ね、神社に参拝するとね気持ちいいんですよね、この精神的にっていうのかな。だから、まあ、この日も行きましたけど、なんかね、蜂がブンブン飛んでてちょっとそれが怖かったんですけど、こういう場所もありますよ。あともうしっかり、ね、夏ですよねかき氷が売ってたりね、あとこういうなんかベネチアっぽいスポットがあったり、ね、で最後のお店がこれ西村文生堂っていうお店なんですけどね、ここはね結構歴史ある本屋さんなんですよ。ただね、進化し続けてる本屋でもあると私は思いましたね。こういう外観もなんかおしゃれですよね、シックでね、西村文生堂さん。で雨が降ってたからちょっとあのカバーかけられてますけどね、本にはね。ここも特徴ある本屋さんですよ。店内こんな感じ。右側にはこれアート関連本だと思いますけど、ここの特徴はね、ちょっとねサブカル感が出てるんですよ。ただね、その若いギラついたサブカルというよりは、ね、大人のサブカルというようなね印象を受けましたよ。なんか落ち着いてるんですよね、置かれている本とかがね。あとここはね、私好みのね棚がね1個ありますね。この次出てくると思いますけどね、この棚ですね。もう左から、まあ、渋沢辰彦さんのね幻想の画廊からとか、シュールレアリスム宣言ね、アンドレ・ブルトンで、芋虫ドームときてね、で砂川敦彦さんとか、あと三島由紀夫とか、こういう幻想文学っぽいやつね。でちょっと下ネタ系の、まあ、学術書みたいなのが置いてあったり、エロティシズム文学とかね、まあ、幻想文学とか、私こういうの好きなんですよ結構。あと江戸川乱歩さんとかね、これも同じ並びにやりましたよ。この上にさっきの棚ありますけど、江戸川乱歩さんゾーンがあって、で山田風太郎さんゾーンがあってね、まあ、こういう感じですよなんとなく伝わるかな、これ伝わってるかわかんないですけど、はい、私の好きな棚でしたね。あとこういうガロが置いてあったりね、目の前にガロありますけど、あと下にね昔の写真集ですかね、こういうのは。ちょっとねサブカル感も出てるんですけど、トーンが落ち着いてるんですよね。あとこれマーベルのね雑誌がたくさん置かれてた。これマーベル好きだったらこんなめちゃめちゃ欲しいんじゃないですかね。これたくさん買って家に飾ったらすげえかっこいいんじゃないですかね。こんな感じ。ポップさもあり、ただそんなギラついてない、めちゃめちゃ派手じゃないっていう感じ。だこれ新数1948年、48年創業なんでしょうね、歴史ある本だけど、ただずっと進化し続けてる、常に探求してるって書かれてましたよね。これが昔ののれんになるんじゃないですかね、昔使ってたのれん。もう文生堂書店さんね、歴史ある本屋さんでね、これからも要チェックです。でね、富士そばでね、あのカレー食べたんで、ここであの購入本の紹介しますけどね、一冊目がね、こちらです。高田露伴の五重の塔ですね。私ね、この五重の塔って、まあ、すごい昔に読んだんですけど、すごい好きなんですよ。あのね、幻想的な作品だなって私は読みましたね。まあ、職人が五重の塔を建てるって話なんですけど、確かね、嵐のシーンがあるんですよ。嵐がその建てた五重の塔を襲うんですけど、その時のね、シーンがね、めちゃめちゃ描写が幻想的だなって私は思ったんですよね。だからね、なんだろうな、泉京香さんってちょっと女性っぽいね、線の細いような印象を受けるけど、こっちの高田露伴さんのね、五重の塔はね、男性的で、かつなんか重厚な描写でね、幻想味を出すっていう、日本の昔のね、あの幻想味を出すっていうようなイメージですけどね、私の中で。五重の塔めちゃめちゃおすすめですよ。でね、2冊目がね、こちら、スティーブンソンの声たちの島ですね。これはね、国書観光会が出しているバベルの図書館っていうシリーズなんですけど、でね、バベルの図書館ってね、最近あのリメイクされてね、新刊で買えるんですけど、これは古い昔のバベルの図書館ですね。でこれは私集めたいなと思って、これ国書観光会の本ってすごいかっこよくてね、これ装丁がすごい好きでね、あと本の形も独特じゃないですか。これはね、見つけたら今後ね、買っていこうかなっていうふうに私今考えてて、はい、買いました。って感じですね。今日はこの辺で終わります。チャンネル登録、高評価、コメントなどございましたら、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは。